アニメ、ゆるゆりの原作10周年を記念した新作 OVA が制作決定。同、4月22日開催のイベント、七森あたるハッピーバースデー、内、でサプライズ発表された、ゆるゆりは、私立七森あたるの、娯楽、に所属する女子中学生4人組を中心に、彼女たちにちょっかい、を出し続ける、生徒会、など周囲の人々との日常をまったりと書く。作品、アニメは計3期にわたってテレビシリーズが放送され、OVA や特別編も制作されている、イベント、七森あたるハッピーバースデー、ヒルダ、は、アニメシリーズのメインキャストである三上しおり、大坪よし、計、津田みなみ、大久保ルミラによるユニット、七森中娯楽部。2018年4月16日に結成7周年を迎えたことを記念して行。バレたもの、新作 OVA の制作決定は、夜の部で上映されたスペシ。映像、ゆるゆり、展、登場原作10周年、にて刊行。七森中娯楽部の4人が笑顔と涙で喜びを爆発させると、客席からも大きな拍手と歓声が巻き起こるなど思わぬサプライズとなった。また、ゆるゆり、原作10周年記念サイトでも、ゆるゆのロゴとともに同映像が公開中、今後の続報を楽しみに待ち、第1位、名森、一人者、七森あたる娯楽部、C、2015な、森、一人者、七森あたる娯楽部、